皆さんこんにちは、村田です。はい、ライカに恋してついに最終回接種も終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。アンディさんチャンネルでアンディさんの作品をみんながこう感想を述べるという動画が出たと思いますけど、今回は僕のチャンネルなので僕の作品の感想を皆さんに聞いてみたいなと思います。先輩方よろしくお願いします。僕最年少なんで、お願いします。お願いします。お願いします。ニーヤン。はい。岩井のニーヤン。はい。お願いします。どうもこんにちは。なんか聞いたことあるわ。どうもこんにちは、岩井です。はい、本当にライカに恋して来ていただいた皆様、本当にありがとうございました。僕から見た村田雄平の、作品の印象ということですね。はいはい、僕はモノクロに関して、今回本当勉強になって、すごくずっと探求してたことだったので、一つ答えが出ました。パクります。おいろいろね、この期間中に設定だとかね、そのライトルームクラシックでのやり方ですとか、ちょっとちょいちょい聞いてたと思うんですけど、はいはい、同じような感じで僕いや、もしかして次の作品それなんじゃないの。そう、そうって言った。そうって言った。本当にでも村田さんだけじゃなくて、恵子さんもそうだし、アンディさんのね、マクロの世界もそうですけど、本当に勉強になったのでパクります、皆さんに。大事ですよね。うん、はい、もうここからね始まりますから。もうクリエイティブ村田さんに関しては、はい、パクるというパクリ宣言を今宣言を、はい、光栄です。光栄です。光栄です。じゃあ僕はそれができないように頑張ってね。素晴らしい作品をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。恵子さん、お願いします。はい、村田さんの作品は一番なんかこうよく目にしていて親しみがあるんですけど、もう本当にこの A0 の作品っていうのを初めて、会場で拝見して、すごいなって、ここまで大きく引き伸ばしてもなんかこう見劣りしないっていうか、素晴らしい作品だったので、ただただ圧巻でした。で、やっぱり私はフィルムなんですけど、村田さんのモノクロはちょっと家に飾りたいなって思える作品だったので、今後、村田さんの作品を多分プレゼントしてくれると思うので、家に飾りたいと思っています。はい、請求書送ります。はい、よろしくお願いします。請求書送ります。高額だと思います。じゃあアンディさん、ね、はい、アンディ兄さん、はい、どうもアンディです。そうですね、村田さんの作品、まあリプトあんまないなんそういうこと言うの。なんかしょっちゅう見てるから飽きたみたいな感じのノリやめてもらっていいですか。そんなね、ね、もう今更なんか言うこともないですけど、まあまあ素晴らしい出来っていうこと以上にもうね、言葉がない中で、まああえて言うなら、僕も M 型欲しいっていう、そういう思いにやっぱりさせてくれる、やっぱこう人の引きつける魅力ある写真だったんじゃないかな。特にやっぱ A0 の作品の圧力というかね、パワー、あれはもう本当に見事なので、そういった部分、まだね、会場で見れてない方も多分写真村さんのチャンネルとかでもね多分出てくるとは思うんで、そういったところを見ながら、まあ、でも現地で見る良さが一番こう強かったんじゃないかなっていう気もするんで、そういった部分がまあ素敵、素晴らしかったなというふうに思ってます。ありがとうございます。はい、アンディさん相当この期間中 M 型の撮るの上手かったですもんね。めっちゃ上手かった。めっちゃ上手かった。かなりレンジファインダー慣れてきましたから。まあ、今回合計で延べ200名ぐらいですね来ていただいて、最初の想像のまあ倍以上、100人いったらすごいねって言ってたんですけど、その倍以上来てくれたら本当に感謝で、まあそれも全てライカ、皆さんがライカ持ってきたり、ライカに興味がある方が来たりとか、すごかったね。すごかったんですよ本当に。総額多分5000万超えてる可能性あります。いってる、持ってきたカメラの数すごい。でそれぞれの人にめがけてくる方もいれば、全然写真が興味ない、知らないけど見てみたくて来たっていう方がいたのはすごい嬉しくて、やっぱりカメラって素晴らしいなって改めて感じたのと、やっぱオフラインでこういう場を設けることの素晴らしさっていうのも同時に感じれたので、いや本当やってよかったですね今回ね。はい、はいはい、最後アンディさんチャンネルでも言ってましたけど、最後ちょっとサプライズな方がいらっしゃって、まあ、それも含めてやっぱりライカっていうものを4人とも使ってなかったら、そしてライカに恋してという秀逸なネームで写真展を開催してなかったら、そんなこともなかったんだなと思ったので、これからもライカ使い続けていこうと思います。はい、アンディさんと岩井さんチャンネルあるのでぜひ登録してください。概要欄には皆さんの SNS も登録してあるので、皆さんぜひチェックしてみてください。それでは今回この辺でありがとうございました。ありがとうございました。